那須お笑いクラブも新年を迎えましてね、まあ皆さん日常生活の中でいろいろ面白いネタとかさ、なんか身につけてきたんじゃないかと思って、その辺の話とかさ、ちょっとしてみましょうね。はい、はい、笑い健康ライブの案内です。1月29日日曜日2時半から4時まで、ね、大丈夫？はい、大丈夫。1月29日だよ。はい、大丈夫だよ。午後は2時半から4時だよ、はい、大丈夫ね、はいはいはい、入場無料でね、はいはい、大田原の文化会館、はい、私たちも頑張るよね、はい、頑張りますよ、はい、皆さん来てくださいね、来てくださいね、はい、はい、頑張るぞ。おあれ、猫まんまから行った。いやー、ラスヤを見ててね、うん、あの雪が降ってきたんですよ、うん、黒いあの模様があったら黒猫みたいだったんで、今年の相棒は黒猫にしました。あー、それで、はい、卓球部じゃないかなと思ったんだけど黒猫は今年はいろいろ出てるけど、いや、いっぱい宣伝してもらいますから。あ、年賀状もなんか猫年になってたよ。そうです。猫年、猫年です、うんうん、やっぱりね、あの幸せを招く招く猫って言ってさ、いいと思うんだね、うん、なんか常助さんは大変嬉しいことがあったみたいでね、はい、1月の8日日曜日ですね、うん、R1 グランプリ3年越しでやっと1回戦突破しました。おすげすげすげ、はい、やめやめ、何か間違ったんじゃないかと思って何回も見直したんですけど、実力だよ、うん、この発表は取り消しますなんて書いたんじゃないかと。よかったです、ね、でやっぱりプロの方が結構多かったんで、うん、3回目だとちょっと緊張も解けたんですけど、うん、やっぱり相変わらずガチガチになったんですが、うん、2分ネタでなんとかやってきました。で、私らが言うと、シルバースペースっていうのができるんですね。なんでほとんど若い人ばっかりなんで、うん、控室が狭いんですね、うんうん、畳が3畳ぐらいのところに何十人って押し込められちゃうんですよ、うん、3畳に、で終わった人からどんどんと、帰っていくんですけど、私行くと、あ、こちらへどうぞって、まあ、この年なもんで相当なベテランかと間違えられるらしいですね。ええ、で、あ、ありがとうございますってチッとスペース開けてくれるんですけど、シルバーシート、シルバースペースですね、スペースな、はい、それがあったんで、結構いい思いっていうか、向こうの人たちが優しくしてくれるんで、ちょっとあの堂々としてるっていうか、ずうずうしくしてると、あ、大御所だと思われちゃうんですよね、うん、分かった、まあ、こっちは素人なのに、うん、な、そういうことです。あれだね、常助、ただいま三畳とか言うんだね、きっと。三畳の部屋でしょ。あ、うまい。ダメだこれ。これうまいか。うまいなやられた。いやしかしまあ、あれだね、とっこねも昔の仲間からね、お呼びかかって、もう4日には初笑いでね。ね、頑張ってきたね。うんうん、それかさ、あの常助さんの話じゃないけど、うん、R1 前行ったべ、うん、だけ1回行った時は1回戦通ったどうつって、うん、また調子に乗ってその後行ったっけ、1回も通んねえよな。それで、あ、難しいよね、あの私らが行った時は東京電力のなんとかっつうとこで、デピコモール、そのなんだか三畳の控え室なんつうのねえんだよ、うん、廊下なんだよ、うん、な、廊下だった。そしたっけ、あの、うん、吉本興業が主催者だもんで、あの係のあんちゃらがみんな大阪弁なんだよ、うん、だっけ、私の顔見て出張るんですかって言ったんだ。出張るんですか、おらだら出んのげーって言うけど、あっちは出張るんですかさ、だから俺は出張るんですって言ったんだ。そんな思い出があるぞ、うん、な、やっぱりな、気持ちがしな、うん、出張るんですか、うん、気に入ったな、あの言葉。いや、敬語なんだべな、あっちのな。いや、違う、そうなんだろうか、
なんだろうなの。そういうわけだ。しかしまあ昔の友達のところでやってね、うん、なんかお笑いやってるよりも終わってみんなとお茶飲んでる時の方が盛り上がっちゃったような感じだったね。全くね。いや見てた人の方がさ、私も参加させてくださいなって急にねネタなんかやったりしてね、うん、ああいう人がね、お笑い講座に来てくれるといいと思うんだよね。全くね、うん、結構お笑い好きな人いると思うんだけどね。いるいる、ね、みんなはいいけど天皇は嫌だとか言われちゃうからな、うんうん、みんな誰だってできんだよね。しげちゃんなんか面白いの。いやー、正月早々ちょっと本性を表しちゃって恥ずかしかったんだけど、うん、俺散歩が好きなんだよ。で、この間散歩行ったら、いや、お年寄りと大したもんだね、農道自転車でゆっくり本当に蛇行して、いやー、ひっくり返りじゃねえのかなと思って、全然ひっくり返りねえのに、あらーと思ってると、そしたらその農道だから水路があって、うん、うん、そこに木橋があんだけど、木橋が追っかけてるのね、うん、で俺も危ねえなと思って、おじいちゃんって行くべと思ったら、上の目の前にもそこあるのよ、つてーってくるんですって、いや、自分が怒った、うん、おじいちゃん、ディーチが俺なんか若いのになんだっつって、そして俺ひって見たら、その人畑で台本かなんか掘ってきたんだよね、うん、それが、その台本が二股の白いのが出てんだよ、うん、その自転車が、うん、後ろに、うん、俺が何言うの、これ見たら、そのじいさんなんて言ったと思う、おりゃもう好きだなぁやっかぁつってもらって切っちゃって、俺も普段は寝室ずらしてんだけど、やっぱし本性は出ちゃうな、衛生的にまあそういうことだって恥ずかしかったね。よかった、うん、よかったね、まあ、何が良かったか、良かった、良かった、まあ、あのね、おでんの中に入れてもいいしね、おいしい、大根はおいしい、冬は最高、うん、私も大根物なんだけど、おね、まあ、関係ないかしかし、あれだね、日常の中の笑いを探すっていうのもね、なかなか大変だけども、こう、いろんなものを見てて、あ、これは面白いなっていうのもね、なんか見つかった？いやなか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 見つからない。見つからないですね。いやテレビ見ててこうなんか見つけるとかさ、うん、そうですよね。なんか宴会なんかやってる時はみんなねネタになりそうなことばっかり言ってるんですよね。酔いが冷めちゃうとみんな忘れてる。忘れる忘れる。酒の席にネタが転がってますいっぱい。だから私はいやいや酒飲むんですから。ああ、嘘つけ。で一晩寝たっけもう忘れちゃうんですよ。もう忘れちゃうな。それで寝た。寝たと寝たに引っ掛けて。うまいなー。いやそんなことないけど。しかしあのね、テレビで面白いなと思ったのは5649。ね、マグロね、あれはびっくりしたね。よろしくじゃなくてゴロシクだろうな。いや高級なマグロだから多分下にね、うん、ゴムシクかなと思ったの。なるほど、ね、ゴロ、ね、ゴムシクなのかなと思ったりしてね、うん、でもさ一升瓶の半分ぐらいの大きさで21万円だもんね、うん、1キロだもんね。まあ食べていいもんだけど、大間のマグロね、でまあ私にしてみるととても買えないね、うん、お先真っ黒って言うんで、うん、マグロだよ、お先マグロね、ダメだ、いまいちだった、いまいちだったか、でいや本当にキロ21万円なんかほんまかっつったら大間だってね、そうですね、取れたのはほんまじゃねえんだと。大間だってね。しかしあれどうやって釣るのかね、あんなね大きなものをよ、うん、テレビでやってたな、うん、300キロですか、一攫千金やった、本当に一攫千金だよね、うん、もう1回でマグロ、うん、どうやって釣る、一本釣りだと思うんだけど、うまい人は細い糸で釣んだってね、うんうん、どうやって、どうやって
要するに、あの、太い糸だと、見えちゃうんだって。なんだ、うん、真面目な話だ。ね、真面目な話だよ。細い糸になると、あの、見えないんで、釣れるんだって言うんでね。そば行ってくれ、かっこらすんじゃん。いや、そば行くと、あの、こう、ね、森でこう。釣り上げることはできないですね、うん、やっぱり。そばまで持ってくんだね。うん、かわいそう。俺お金がねえからじゃねえんだ。かわいそうだから食べねえんだ。そうなの？そこに言っとこ。目の前にあったか？目の前にあったか。手出さない。黒がむしゃむしゃ。いや、あの、皆さんね、食べることが好きみたいだけども、あの、ろくなに食べてもいないでさ、あの、こう、ね、ランク上げちゃった食べログっていうのね。食べログやらせでさ、どこのお店がうまいかっていうやつをこうね、ランク付けしていくわけだよね、人気投票みたいにして、ところが月に10万円ぐらいもらったっけ、ランク上げちゃうんだね。あれはひどいよね、真面目にやってるところね、信用できなくなっちゃう。そう、みんなみんな悪いわけじゃないのにね、真面目にやってるところ気の毒ですよ。食べログ、ログでもないということでさ、まあ、いろんなことがあるけどね、しかし最近流行ってるのは、あの、あれ、投資の始めの、あのね、投資の投資の始めの総理の話がさ、あれよ、本当面白かった。最初ね、さっきも話したけど、ね、ネバーネバーって言ったら分かんないよ、ね、ネバー納豆が好きなんだね。あれも、うん、あれも最初に総理、一国の総理大臣がリバーリバーっつって、なんだと思ったらリバーギブアップが出たから分かったようなものの、あれあんまり英語好きじゃねえんだね、あれ。いや、納豆わざって言ったのかね、納豆、納豆でしょ。あの、隣の茨城の方の納豆が好きなのかね、千葉なのにね。納豆、ネバーネバーネバーギブアップで消費税アップと、うん、だから選挙付きあれだよ、あの、有権者はみんなアップっつってね、怒って票を入れないね、うん、まあね、やっぱり上げては欲しくねえんだけど、いろいろあるな、いろいろあってまた消費ることになっちゃうから、うん、消費税、消費税ね、暗い話になってきた、明るい話だ。暗くちゃダメだ、明るくしなきゃ。困ったもんだなって言うのがまずいんだね。困ったなって言っちゃう。どんどん上げてやがれって。しかし、消費税なんで。正月は、本当にお天気ちゃーっと続いてんね。あ、いい天気だね。明るい話になった。いやいや、明るい話。しかし、寒いわり。寒さだけよ。いや、なんだっけ。山の上の、山の上の雲だかってなんだか、あれ。なんて言ってたらしいねや。秋山。天気正論なのと涙かしって言ったら誰や、秋山がいましたね、いや俺も知ってる、言いたい、秋山は最近ね、天気あれ、あれは坂の上の雲だよ、坂の上の雲だって山の上じゃねえか、登るとこは一緒だから、登るとこは一緒、いや山好きだもんね、つい山行っちゃうんだよ、いや、あの、あったかいとこがいいと思って沖縄に行ったのね、年末年始ね、そしたら帰ってくる日にようやく晴れたっていう感じで、あ、ちょうどもらった、雨でね、で、沖縄らしい写真を撮りたいということで、畑に行ってね、畑、畑、うんうん、まあ、親戚の畑、うんうん、バナナがあるのよ、あ、このバナナになってるの、でその前で撮ってきたのは良かったんだ、ギターだってさ、来た、うん、で、家へ帰ってきて見てみたらジャンバー着てた、あ、そっか、なんでこの前でジャンパー着てんだって、ね、やっぱり寒いからやっぱし、だって電気ストーブ使ってるから、沖縄もね、そんな変わんないですから、うん、12月からあんまり晴れた日がないって言ってたけども、いや、まあでもね、1月1日から、家族みんなで大笑いしながらね、初笑いやってたんだけど、うん、いや、なんというか、土地にはいいという話で、うん、紅葉があるということで最高、向こうはそういう、ね、ものがないんで、
ぜひまた栃木に行きたいということで言ってたけど、また行こうよ、うん、そう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 、うん、詐欺やられちったなこれ詐欺だったかしかしあれだね、今年も日常生活の中でいかにしてネタを探すかこう目丸くして ねみんなでこうね探したり、今みたいにこう他の人が言う先を呼んでねシャレを言っちゃうとかね、うん、まあそういう風な感じでさ、うん、あの今年も1年面白く楽しく、笑う角には服と健康が来ますから、いやそうです、みんな健康なんだよ今年もお笑い健康ライブを頑張ってやりましょうね。はい、1、2、3、頑張ろう。1月29日日曜日2時半から4時まで、ね、大丈夫、はい、大丈夫、はい、1月29日だよ、はい、大丈夫だよ、午後2時半から4時だよ、はい、大丈夫ね、はいはいはい、OK、入場無料でね、はいはい、大田原の文化会館、はい、私たちも頑張るよね、はい、頑張りますよ、皆さん来てくださいね、来てくださいね、はい、はい、頑張るぞ、おー、大田原のね、これお笑い健康づくり事業ね、この講座が後期はね、はい、11月25日から始まるんだね、2月いっぱいこうお勉強できますよ、はい、ほんでね、勉強すると大体1ヶ月勉強して、イベントを出られるでしょ、はい、それが12月の18日の日曜、1月29日の日曜、寒いね、2月26日の日曜、はい、大田原のね、総合文化会館ホールで午後2時半から4時ということで、はい、毎回ね、プロのお笑いの芸人さんが来るで、我々もっと仲間いるんだけど、はい、頑張るもんね、頑張ります、はい、はい、じゃあまたみんなに講座に来てもらって仲間増やせるように、はい、いらっしゃいで挨拶しましょうかね、はい、はい、どうぞ皆さんいらっしゃーい、いらっしゃい、thank you.